ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がこちら、2016年式ベントレーベンテーガ、こちらの車をご紹介いたします。はい、どこからご紹介しましょう か,、はい、ょうか。まずボディカラー、はいはい、真っ白白の白ですね。ソリッドのホワイトです。はい、割とシンプルな。メタリックは入ってないですか、ね、入ってないですね。ソリッドのホワイトです。はい、ソリッドのホワイト、うん、真っ白白の、真っ白白です。照明の関係でちょっと若干黄色く、そうですね、かもなんですけど、はい、ボディカラーはもうソリッドの真っ白白のホワイトっていうと、うん、で前回りから行くと、はい、もう本当にパッと見て分かるぐらい、はい、もうザ・ベントレーな感じですね。はい、いかにもこのライトとグリルと、ね、はい、そしてこのプレスラインと、はいはい、このボンネットからグリルに続く、うん、全モデル共通な感じですよね。そうですね、はいはい、共通な感じのイメージです。そして僕このライト好きなんですよね。あ、いいですよね。はい、はい、ベントレーライトかっこいいですよね。かっこいいです、キラキラの、はいはい、これ今縁があれなんでしたっけ。デイライト、デイライトつきますね。なかなって、あ、そうです。はい、でこっちもこっち側も、はい、でベントレー、これロゴが入ってベントレーって入ってます。すごいですよ、ね、はい、はい、じゃこれグリルはこれオプションなんですか。うん、これ多分標準だと思います。確か、はい、であとはその、はい、オプション設定でこっちのメッキになっているものとかがあったりとか、これメッキになってるやつもありますよね。そうですね、はい、あとこっちあの後から後発でちょっと出てきたあのオプションで、はい、あの全部ブラック、逆にブラックアウトされているものとかもオプションであったりします。はいはい、結構面積があるんで、うん、その辺で印象も変わってきそうです。だいぶ変わりますよね。はい、うん、なるほど、はい、そして、うん、前回りはこんな感じですか。前回り一応ここはシルバーなんですね。そうなんですよ、はい、よく見るとそう、はい、なんかサテンっぽい感じのシルバーになってます。はい、なるほど、そんな前回りってことで、はい、いやでかいっすね車。はい、そうですか。でかくないですか。あ、でもなんかプラットフォーム自体はなんかカイエンとか、うん、そう、はい、Q7 とか、そうです、あの辺のプラットフォームと共通なんですよ。共通なんですよね。はい、車が本当大きい。うん、そしてホイールが、はい、はい、オプションの22インチ、はいはい、標準が21でしょ。そうですね、標準21です。はい、大きい方を入ってる。はい、そしてブレーキも、うん、これ6ボットですかね。はいはい、とてつもなくでかいですね。はい、うん、まあ、このボディサイズ2トンオーバーですよね。確かにそうです。はい、それしっかり止めるとなるとやっぱりこれぐらいのローターとキャリパーが必要かなっていう、うん、そうですね。はい、デザインもシンプルで、はい、すごくかっこいい感じのホイールが入ってます。うん、はい、そしてこの辺も他モデルとちょっと共通性を持たせた、うん、はい、そうですね、サイドのダクトというか、はいはい、ベントレーらしいデザインです。はい、そして横に行くと、うん、この辺もメッキのモールが入ってたり、これスピードってなんかそのそ、うん、モデルっていうかそのグレードもありますよね。あります。この辺だと黒くなったり。そうです。はい、うん、でこっちは標準のやつなんで、はい、まあ、窓枠とかこの辺のモールが全部メッキになってる。そうですね、はい、うん、なるほど、こんな感じでしょうか。はい、サイドこれ一応カメラとか全部ついてるんですよ。ついてます。なるほど、うん、はい、一応360度ビューになってます。あ、そうなんですね。そうです。じゃあ後で中でちょっと見てみたいと思います。はい、そして、うん、やっぱりこの辺も他モデルと共通性を持たせた、うん、はい、プレスラインなんですね。結構複雑ですよ。そうですよね、うん、ここにもラインが入ってて、はいはい、ここにも入ってる、はい、でさらにここにも入ってる、はい、でそれが自然に消えていく感じで、うん、ここにプレスラインが入る。そうです。すごいですよねこれね。はい、よくよく見るとすごいと思いますよ。そしてリアに回っていくと、うん、これ B のベントレーの B をちょっとモチーフにした、ね、はい、ここもなんかちょっとフライングスパーとか、はい、なんかちょっとその辺を感じさせるテールランプですよね。はい、なんか共通のこう、はい、あれが、はい、うん、あります。パッとどっから見てもすぐ、あ、ベントレーってすぐ分かる。そうです、はい、なんかちょっと本当にうまいデザインの、はい、そうですよね、そんなエクステリアになってます。うん、そしてマフラーのカッターもなんかすごいのが、はい、この広さがすごいですねこれ。はい、もう全然30センチぐらいあります。あります、あります。はい、ありますよね。あります、あります、うん、すごいな。そしてバンパーにこの大きいモールが入ってますね。はい、なるほど、うん、これはもうぐるっと一周、はい、メッキモールが入ってますね。なるほど、うん、もうなんかこの外観からにじみ出る高級感がね、はい、すごいです。すごいと思います。僕ちょっと土方さんと車両紹介するようになって、はい、ちょっとイギリス車のこう魅力に、うん、はい、気がつき始めてるんで。なかなか最近のいいですよね。いいです本当に、うん、はい、
乗ってもよし、走ってもよし。いや本当ですね、うん、はい、面白いと思いますね。やっぱり内装、はいはい、めちゃくちゃ気になるところ。そうですね、はい、ちょっと早速内装の方をちょっと見てみたいです。はい、見ていきましょう、はい。あ、これあれなんですね、うん、ミルザンヌと違ってザラザラついてないんですよ。ついてないんですよ。あ、ついてないんですね。なるほど、うん、あ、覚えてました。ミルザンヌ覚えてます、はい、ミルザンヌだとここローレット加工ってそのギザギザになってるんですけど。そうですね、意外や意外ついてない、うん、はい。そして中がすごい、もうこれコンプリートカーじゃないですか。そうですよね、もう本当そんな感じです本当に、うん、こうなんかブラバスとかマンソリーとか、うん、そういうコンプリートカーレベルの内装になってます。そしてドアから見ていくと、もう全部レザーとウッド、うん、はい、メッキ、はい、上が黒のレザーに、これ茶色ブラウンかなんかですかね。そうですね、ブラウンですね、はい、うん、でこっちに行くとそれがひっくり返しになる感じですかね、はいはい、ブラウンのレザーに、はい、黒、ちょっとグレーかな、うーん、ステッチ、真っ黒黒ではないですね。真っ黒ではないですね。そしてこのクロスの、なんていうんですか、はい、これダイヤモンドステッチ、ダイヤモンドステッチですね、はい、はい。そしてやっぱり中まで全部貼ってあるという。そうですね、はい、スイッチ類のこの質感とかもすごいんですよね、うん、見た目以上にこう触ってみると質感がすごくいいです、はいはいはい、なんていうかこう伝わりますでしょうか、この、はい、伝わらないよね伝わらないですかね、このドアミラーの本当になんか違うんですよね、はい、普通の車と。そうです、そうです、はい、うん、すごいこの辺のレバーとかも、うん、本当に高級車って感じしますよね、はいはい。そして中は、中これシートもすごいっすね、はい、オプションのシートですね、はい、あ、オプションなんですね、これ。そうです、ダイヤモンドステッチが両サイド、はい、うん、はい、座面とあと背もたれの上のところにダイヤモンドステッチ。そうです、ね、そしてベントレーのこの細かいマークを、これを刺繍するかっていう、はいはい、ベントレーマークが入ってます。ヘッドレストもなんかすごいですね、それ、はい、なんか飛行機のやつみたいな。あ、そうですね、両サイドこう、そう、カチカチってできるやつですよね。そうです、そうです、すごい、うん。そしてシート、やっぱり、まあ、ミルザーノの時でももしかしたらちょっと触れてるかもしれないですけど、レールがなんとメッキっていう、はいはい、そして横のこのカバーもレザーが巻いてあるっていう。そうですね、はい、これを純正でやってくるんだから本当にすごいですよね、ベントレー、ね、はい、本当に感心します、うん、はい。ちょっとじゃあ中乗ってみたいと思います。はい、乗ってみましょう、はい、よいしょ。もう本当に、さっきも言ったんですけど、全部レザーです。そうですね、はい、全部レザーです。この辺とかも、もう足元も全部レザーです。すごい高級感が、うん、ペダルもすごいですね、高級感。そう、アルミペダルになってます、はい、で、すごい、あの、土毎回言われるように、はい、フットレストもちゃんとしてます、今回は。そうですね、今回はフットレストもなんか超豪華な、はい、いいですよね。そしてステアリングは、これ外側が黒いレザーで、うん、はい、内側がこのブラウンのレザー、はい、至る所にこうメッキとか使われてて、うん、このダイヤルもちゃんとローレット加工されてるっていう。そうなんですよ、はい、すごい。だから触るとこがなるべくこうなってんしたっけ。そうですよね、うん、だからこのパドルの裏とか、そう、はい、パドルもメッキで、はい、徹底してるんですよ。そうそう、ね、映んないですかね、これ、こういうところとか。ああ、ちょっと後で差し込みましょう、このステアリング の、 この調整のつまみもローレット加工、うん、この辺もっすよね。そう、はい、全部ローレット加工、この辺もだ、うん、すごい。なんかね、抜かりないんですよね。あとシートのこう調整のスイッチのところとか、はい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 、ステアリングからもう高級感がすごいです、うん、そしてメーターはやっぱりアナログなんですね、はい、ベントレーって言ったらやっぱりアナログなんですね。アナログですね、はいはい、なんかワーゲンアウディの流れからいくとここをデジタルにしちゃいそうですけど、うん、やっぱり伝統のこのアナログメーターを、まだメーカーがこだわりがあるんでしょうね、はい、ちょっとメモリもこれちょっとクラシックな、はい、クラシカルな感じですよね、うん、はい、そしてウッドのパネルがすごいです、はいはい、前面こっち側も助手席も、うん、はい、そしてダッシュも当然、はい、フルレザー、そしてステッチ、うん、そしてこのシフトの辺もすごいですね、これすごいですよね、はい、これ B マーク、そうです、はい、これシフトもレザーがしっかり巻いたって、うん、はい、質感なんかもうスイッチ触りたくなっちゃうんですよね、うん、そうですね、本当、はい、スイッチの質感がものすごくいいです、はいはい、そしてナビと、うん、はい、これどうやって上げるんでしょうか、はい、こうやって、あ、なるほど、うん、コンソールの中には、はいはい、シガーソケットと USB、はい、うん、なるほど、あー、いいですね、はい、これだけいただきたいです、はいはい、で鍵、はい、はい、ちょっと置いていきましょう、うん、はい、
そして意外や意外ベントレーなんか快適機能も、うん、はい、オプションなんですね。意外とオプションなんですよ。はい、アダプティブのクルーズコントロールとか、はいはい、あとは何でしたっけ、ヘッドアップディスプレイ、ヘッドアップディスプレイですね、はい、あとはその辺なんか、はい、この車はオプションでナイトビジョンとか、はい、ああナイトビジョン、はい、もついてますね、はい、なるほど、うん、あと先ほど触れていたそのシートのこう、はい、フロントシートコンフォートパッケージ、はいはい、であのベンチレーションがついてたり、ベンチレーションもついてるんですね。そうなんですね、まあ、これですね。そうです、はい、なるほど、はい、じゃあもうやっぱり夏は涼しく、そうです、はい、冬は暖かく使えるわけですね。その通りですね、はい、あとナビこれどうなんですか。ナビいいですよ、これ使い勝手がってことですよね。そうです、全然いいと思います、ね、はい、メルザーノの時みたいに結構使えるナビなんですか、うん、あ、そうですね、はいはい、なるほど、ちょっとやっぱり気になるとこかなっていう、うんうん、ちょっとオンにしてみていいでしょうか。いいですよ、はい、ちょっとベントレーのこのナビ残念期間が一時あったじゃないですか。なりましたね、はいはい、ちょうどその頃僕ボンドプラスでこう地デジつけたりとかインターフェースつけたりとかしてたんで、はいはい、でナビは一通り、うん、はい、はい、そうですね、まあ、必要にして十分な感じ、はい、はい、です。そして地デジもついてて、うん、はい、メディアも一通りついてると、そうです、 Bluetooth とか、うん、はい、テレビ中の、ああなるほど、あとは AUX のオーディオですね、はい、でもこの辺は、うん、まあ、必要にして十分なものは、はい、一般的なものが一通りついてます。はい、あ、カープレイ使えんじゃないですか。カープレイ使えますね、はい、素晴らしい。じゃあもう最強じゃないですか。最強です。はい、はい、もうベースのも全然ナビ良くなってるし、それに加えてだってもうカープレイ使えれば、うん、もう完璧ですね、はい、はい、もう使いにくいとかっていう概念がないじゃないですか、そもそも携帯と一緒なんで、うん、更新しなくていいし、そう、それはそうだよね、何も、わあ、あ、来た、もう、はい、隙がなくなったっすもん、ベントレーの、はい、輸入車もナビ問題も近年もう全部解決してますね、うん、はい、本当ですね、確かに輸入車って特になんか特殊なのになればなるほどナビがちょっと残念な傾向にあったじゃないですか、はい、はい、最近もアストンとかあのベントレーとかもすごくナビ良くなってますけど、うん、はい、もうそれ以前にもうカープレイが使えれば、はい、普通に Google マップ使えますからね、うん、本当ですね、はい、一番安心です、これが間違いない、あ、素晴らしい、いやもう完璧です、はい、あ、こうか、うん、あ、はは、あ、これはできないです、あ、できる、あ、もう携帯じゃないですか、すごいねすごいね、さすがに iPhone ほどこう感度は良くないですけど、いや多分シクシクは、うん、ダイヤルでいいんですよ、うん、ああそうなんだ、うん、あ、それでもできるってこと、ね、そう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 、こっちだ、買っちゃえば、買っちゃいましょうカメラマンさんもうね、ぜひちょっとじゃあ今回せっかくなんで操作系もはい、はい、やってみましょう。かけちゃいます、うん、かけてください、はい、わー、このシュルシュルシュルっていう、はい、ね、クランキングの音が、はい、すごい、ちょっと動かしてみましょうか、めっちゃ静かですね。はい、静かです、すごい。そしてメーター類なんかこれ どれサブリブですか、あ、この辺で、はい、はい、なるほど、うん、ちょっとワーゲンアウディに、まあ、あ、近いですね、あと横で、はい、そうです、近いですけど、はい、やっぱり全然違いますね、うん、表示できる内容、うん、はい、ヘッドアップディスプレイとかついてるでしたっけ。ついてます、はい、これどこ出るんですか、はい、あ、ここか、出てます、はい、出てます、今出てません、出てません、はい、出し方が分かりません、あ、そうですか、はい、はい、映ってるかな、映ってるかな、はい、微妙でしょう、はい、ヘッドアップディスプレイの高さも変えられる、うん、そうですね、だから座高マックス僕が、うん、はい、ちょうどいいように一番下にもできるっていう、はい、そしてナビオーディオは触りましたけど、はい、うん、いいんですよね、この辺の質感も最高なんです、はい、ねえ、 PDC、うん、はい、この辺がだからオプションなんですか。そうです、はい、あー、なるほど、これパークアシスト、はい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 、うん、あれ360度カメラってことですか、このかな、ああそうだ、これ360度カメラ、うん、じゃあこの大きなボディも、うん、もう本当にこんなの全部ついてれば全然、取り回しは楽々ですね、
困らないって、はい、安心ですよ。え、完璧じゃないですかもう。ね、ほら、あら、すごい。まあ確かにこの手の車でちょっと降りて確認とかやってたらダサいですからね。そうだよね、すごい、うん、でこの辺で、うん、はい、パーキングアシスト、そうです、はい、もうついてて、うん、はい、っていう感じでしょうか。そうですよね、あとはここ で山に行かないのに毎回これついてるんですよね。はい、メトロで山に行かないと思いますからね、はいはい、でこちら申し訳ない程度にアイドリングストップオフのスイッチ、はい、うん、です。でもあれですかね、雪道とかこう、うん、慎重にこう下るときなんかはまあ必要ですよね、はいはい、うん、まあ、やっぱりあった方が SUV には欠かせない、はい、この辺もしっかりついてると。そうですね、いやーもういいっす、ちょっと本当に、はい、欲しくなっちゃうよ。欲しくなっちゃいますよね。ちょっと小一時間過ごしていいですか。いや、いいですよ、ゆっくりと、はい、マッサージと、はいはい、だってもう車の中の匂いがいいんですもん。そうですね、レザーの、そうですね、確かにね、はい、うん、はい、はい、全部貼ってありますからね、ETC、この中も。そう、全部貼ってあります、はい、ETC と、はい、メディア、あ、そこに入るんですね、あります、うん、なるほど、はい、いいな、欲しいです、僕も欲しいです、はい、もうステアリングヒーターめっちゃあったかい、めっちゃ高いでしょ、はい、これ一回味わっちゃうと、はい、冬場とかレザーのヒヤッとしたの触りたくなくなっちゃいます。いや本当っすね、うん、めっちゃあったかいね。しかも全部、あと、まあ当たり前ですけど全部あったかい、ムラなく、はい、はい、いや最高です、うん、はい、いいね、本当に本当にいいね。これ走りめっちゃいいっすよね。めっちゃいい。1回だけ乗ったことあるんですよ。あ、ほんと、うん、めっちゃ良かったです。軽いしね、走った感じがね、すごい2トン超えの SUV 乗ってる雰囲気じゃないもんね、はい、吹け上がりもだって、うん、乗った時よりも楽しかったです、うん、なるほど、うん、もうなんかめっちゃ静かっすね。ね、もうドロドロ感が一切ない、うん、はい、もう本当にかすかに排気音がシュ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 って聞こえるだけで、うん、メカニカルノイズが一切しないんですけど、うん、これサンルーフ開いてたんですね。開いてた、なのに静か、静か、え、これさ何も聞こえないじゃないですか本当だねちょっとシェードも閉めて。いや、これすごいっすね。ね、すごいね、ほんと静かですね。ほぼ何も聞こえないっすよいや、さっきこうサンルーフがちょっと開いててもまあ排気音がシュ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 って聞こえるかなっていうぐらいだったんですけど、うん、いやもう本当にこういうエアコンの音が、エアコンの風の音が聞こえる、はい、しっかりむしろ、はい、うるさいね、はい、これで、おう、無音じゃないですか無音ですよ、ほぼ。すっごい静かですね。僕の耳がおかしいんですかね。いや、そんなことないです。めちゃくちゃ静かっすね。静かすぎて耳がキーンってしてくるすごいね、これ無音ですね。20デシベルぐらい。ほんと、そんぐらいほんとでもそんぐらいだよね。図書館って感じ。うん、確かにもうなんか直感的に危ないって。そうだよね、はい、赤く教えてくれてるから。すごいすごいうん、あ、そうだ、そうですね、ブラインドスポットと連動してなんか、ね、全部全席警告してるんですね、はい、そっち側がもう乗ってる人全員がこう、あ、危ねっ、危ねっって直感的に感じ取れるっていう、はい、素晴らしい。こんな感じでしょうか。あ、はい、あとフロントシートあれですよね、マッサージついてるんですよね。そうです、マッサージついてます。マッサージ機能がどこでやればいいですか。これですか。うん、で、こっちじゃないの、これか、ポチ下の丸いやつ。わあ、すごい、聞いてます。めっちゃ聞いてます。聞いてますけど、あ、ほらほら、わあ、すごいなんか、あれ、こう ちょっとこのベントレーからこのゴリゴリの日本語が出てくるのはちょっと、めっちゃ優しくないですか、なんかこれ、はい、揉み、叩き、そう、はい、ちょっと違和感ありますけど背筋伸ばし、はい、いいですね。ちょっと違和感あります。うわ、はい、すごい、めっちゃ効きますね。本当だ、はい、改めてやってみるとすげえ効きますね、これ、
これちょっと歴代あのマッサージついてる車の中で一番効くんじゃないですか。一番これ最強ですね。ちょっと M5 のマッサージより効くこれは。はい、すげえ出る、これこれすごいっすね。あ、出るね、本当だね、すごいね。さすがにあの家庭用のマッサージチェアとまではいかないですけど、うん、車として考えたらね、すげえ相当だねこれ、はい、いやでも本当に長距離乗るときとかすごくいいんですよね。いいですね、はい、うん、やっぱりこううんっていうのがなく、はい、そうですね、座ったまんまそれができるっていう、うん、いやさすがでございます、素晴らしい、はい、いや言うことないです本当にね、はい。そしてピラーとかも当然全部レザーです。そうです、はい、全部レザーですね。この辺の取っ手とか、うん、はい、バイザーとか、うん、はい、もうなんかこの辺の質感とかも本当に吸い付くような。あ、でバイザーちゃんとこの二重のやつなんですね。そう、すごい、うん、あのちょっと前回も触れたように最近の SUV は本当これが一般的になってきてますね。窓が大きいですからね。そう、なるほど、うん、すごい。え、二重でもちゃんとライトとかこう埋め込んであるじゃないですか。ね、すごい、うん、なんかでも、はい、これよくよく見ると不思議ですよね。なんでここに埋め込むっていうのがね。そうっすよね、うん、だからすごいなと思って、ね、はい、これはちょっと少ないんじゃないですか、この作り込みは。だってこれだけ稼働するのにってことは、ここにスイッチの配線も通して、そう、なおかつこっちにライトの配線のスイッチ通してってことですよね。いやいや、ちょっと土待って、これこうしたらどうなの。あ、こうしたらダメなんだ。つかないですよ、こっちでついてたりしないの、はい、こう設定になってて。そうかそうか、はい、すごい、こんなギミックも。そうか、はい、ちょっと残念だな。残念なんですか。だってこれがこういう風になってたら使えないんだもん。あ、確かにライトがなくなっちゃいますからね。そう、だからこれがこういう風になってればつくってこと。あ、これがこうなってれば。そうです。え、どこで消えるの、これで消える。あ、消えないじゃん、消えない。どこになってるんですか。どこの辺で、ま、あ、ここで消える。あ、すごい、なんか不思議な感じ、はい、お、どこでこの辺です、はい、すごいギミックです。そしてサンルーフがめちゃくちゃでかい、はい、でかいっすね。すごい、これパノラマ、これいいっすね。パノラマですけど巨大ですよね、はい、これいいっすね、うん、いいですね。いやもう本当高級車、うん、最高です、はい、でこれがこんな感じですね。ああ、なるほど、はい、もう完璧です。完璧ですね、はい、もう思わずこう目を閉じちゃうんです。いやこれいいっすよ、もう本当に、うん、はい、ちょっと本当に駐車場で止まってこの状態でマッサージ効かせるだけで僕は幸せです。本当ですね、はい、すごい、うん、やっぱりちょっとベントレー裏切らなかったですね。裏切らないですね、はい、最高です。すごいしか出てこないけど、はい、ちょっと後ろの席も、はい、ちょっとじゃあシートをちょっとベストポジションにして、はい、座高マックスなんでちょっとやや前気味ですけど、はい、そうですね、はい、こんな感じでしょうか、はい、ちょっと後ろも乗ってみたいと思います、はい、いいですね、はい、いいですね。後ろこれあれですよね、4人乗りと5人乗りで、はいはい、選択というか、そうですね、はい、できるんですよね、はい、で今回の車は5人乗りってことです。そうです、はい、そしてもう後ろのドアとかも抜かりないです、はいはい、フロント同様全部レザーっていう、はい、このドアポケの中も全部レザーですからね。そうですね、はい、そして今回のお車はオーディオは標準なんですね。これ標準です、はい、オプションのオーディオがなんかとんでもない金額するんですよね。そうなんですよ、100万円とかするんですよね。します、はい、で今回はちょっとついてないと、はい、ただまあ十分な、十分ですね、はい、はい、もちろんこの車ですからしますからね、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、はい、よいしょ、広い広い、これは広い。まず座高マックスなんで、まあ、シート割と前気味って言えば前気味ですけど、はい、もう全然15センチぐらいですね、はい、はい、すごい、うん、後ろの座席ももうこの高級感のあるダイヤモンドステッチと、うん、はい、レザーもなんかいい感じのレザーで、いい感じですよね、質感がね、はい、毎回そうですけど、ベントレーってもう本当に車の中も本当にブランドもののバッグみたいな、うん、本当です。あ、トリンコルダー意外にここなんですね、はい、あれこれ何でしたっけ、なんか他の車もこうなってるのありましたよね、最近見た車で。なんだろう、なんだっけな、マカン、うん、あ、マカン、そうか、マカン、そうですね、あ、本当そうだ、なるほど、共通なんですかね、同じグループなんで。ちょっとなんか同じ感じを感じました、はいはい、すごい。そしてだってこの前回の時も言ってたんですけど、うん、やっぱり全部貼ってあるんですもんね。貼ってありますね、しっかり、はい、
なんかこう、あ、なんて言うんですかこれ、うん、はい、なんていうの、フェルトみたいな、はい、すごい。だってこの中のこの、ここも全部メッキのあれがついてますからね。ねえ、はい、見えないのに、はい、いや本当ですよね見えないし気にしないし、エアコンの吹き出しもついてて、この辺のフックもついてて、うん、すごいな。このマップランプ的なのも、うん、これちょっとぼんやりこう周りが、そう、アンビエントライトみたいな、はい、はい、ですね。消灯時も光ってるんですね、うん。そして後ろの席に座ると、うん、サンルーフの開放感が半端ないですよ。半端じゃないですね。うん、ていうかあのリアシート座って頭の上までパノラマが来てるってあんまなくないですか？はい、確かに。ここまで来てますから、うん、すごい。すごいよね。上こう見上げた時の開放感が半端じゃないです。めちゃくちゃ広々です。うん、いやこれは快適ですよ、うん、はい。そして後ろの座席あれなんですよね。ちょっとだけだったらリクライニングできるんですよ。そうなんですよ。でもうリクライニングしちゃってますけど、はい、標準がこの位置。その位置。はい、で1段階ぐらい。2段階かな。2段階ですか。1、2、もう1個行く？行かない。行かないです。2段階。はい、2段階です、うん、はい。ちょっとだけリクライニング。そうですね。はい、ごめんなさい。あ、そうですね、もう全然超ゆったりです、はい、最高です、うん、いやいいな、快適だよね。もう前乗っても後ろ乗ってもいいじゃないですか、うん、ほんとほんと茶色、うん、すごい。もうなんか室内のインテリアに馴染みすぎて、はい、全く気がつかなかったですけどシートベルトもちゃんと茶色じゃないですか。茶色というかオレンジというか、うん、すごい。インテリア同色ですね、完全に、うん、かっこいい。すごいね。ベントレーやっぱすごいっすね。ね。はい。すごい。やっぱりすごいなこれ。でこの辺エアコンっすよね。そうです。はい、リアのエアコンと、うん、シガーが2系統ついてるっていう。はい。はい、でここエアコンの設定がもちろん別々にできて、うん、え、走行情報とかも出せるんですか。出してもらっていいですか。はい。どれ？これ取り出せんの？はい、どうやって取るんですか。よいしょ。本当っすか、うん、すごい。なんでそんな詳しいんですかカメラマンは。大好きだからすごい、マジですか、うん、ちょっとこれ持って帰っていいですか。ダメだよすごい。え、設定とかもできるんですか、うん、ETC カードが挿入されている。これすごいですね。だってこれ だいたい今撮る時もなんかガコって撮るんじゃなくてポチッスーみたいな、うん、ちょっと本当にこの間撮ったあのレンジ、うん、はい、ちょっとあれとやっぱり同じ国作ってるよねって感じですよね。そう本当にすごい。なんかあのちょっと面白いですねイギリス車ってね、はい、やっぱり。リアもシートヒーターついてるんですか。ついてます。ベンチレーションじゃないですけど、はい、ベンチレーションなってないでしょ。なってないです。オートと、へえ、はあ、はあしか出てこないもん。いやもう非現実的すぎて、え、これなんか、ああなるほどなるほど、オーディオの操作もこの辺できるんですね。はい。テレビ見れるんですか。うん、見れはしないですけど、ね。見れはしないですね。操作ができる、ね、はい。操作ができる。やっぱりちょっと著作権が、うん。はい、そうですね、すごい、うん、でこれをどうするんですか、うん、これ閉まってください。ちょっとあ、はい、あすごいスッて、はい、吸い付きました、はい、いやちょっと舐めてはないですけど、はい、すごいです。改めてね、はい、改めてすごい、ね、本当に、はいはい、こんな感じでしょうか内装、はいはい、いやいいっすね、うん、はい、もう期待を一切裏切らない、はい、最高です、はい、そして続いてちょっとトランク見てみたいと思います。はい、トランクは、はい、当然の電動で、うん、はい、トランク意外に狭いですね。狭いですね意外とね、はい、奥行きが、まあ、多少あるのかなみたいな。そうですね、横向きで荷物積んだりとかっていうのはあんまりちょっと、うん、そう、はい、ただまあ奥行きは結構どころがかなりありますから、まあまあ、まあまあ、はい、でリアシートのこう、はい、何スペースがありますからね。だからこの車の長さはまあ致し方ないところなのかなと思いつつ、
で、この辺も全部レザーが、はい、全部レザーです。ここも全部レザー、全部レザーです、はい、すごいっすね。ね、本当コンプリートカーですよ。本当だよね、はい、僕見てきた本当ブラバスとかそういうレベルですよ、うん、で、下はエアサスのタンクかなんか。そうですね、コンプレッサー、コンプレッサーですね、はい、うん、あとは、うん、応急の、そうです、はい、パンク修理キットと、はいはい、その辺が入ってる。そうですね、まあ、収納というよりかは、うん、まあ入れようと思えばちょっと使える、まあまあ入りますけどね、はいはい、スペース的な、うん、はい、でも一応シートも倒れますしね、はい、はい、うん、で一応開演ターボの時みたいに、はい、上げ下げもできる、できますよと、はい、すごい。だってこの辺、あ、これで今下がってるんです、うん、あ、結構下がりますね。結構下がりますね。すごい。あ、これ結構すごい。すごいでしょ、カメラマンさん。後ろ被っちゃってるじゃないですか。すごい。ちょっと上げてみましょうか。え、全然使えますね、じゃあ。ね。はい、使いやすい。もう本当に作り込みが、こういうとことかも。こういうところとかね。あ、ここは一応プラスチックなんですね、さすがに。うん。ここね。ただ全部メッキの。はい、そう、メッキメッキ。ここも全部貼ったって、うん。抜かりはないですね。この裏も全部、うん、いやすごいっすよ、やっぱりすごいよね、作り込みがね。欲しい、うん、買えないけど買っちゃう。あ、で一応あれなんですね。そうあるんです、ちゃんとついてるんですね。そうなの、はい、あ、なんて言えばいいですかこれ、バッテリーメンテナー、はい、バッテリーコンディショナー。あ、コンディショナー、うん、はい、すいません素人まだだし。いい、その袋、袋も弁当で書いてあるんですか。です。わあ、わあ、これで、はい、そう、今土地が言ってたように、はい、バッテリーコンディショナーにここにつけますよと。そうなんすね。そうなんすよ、これなんか本当にいいっすよね。いやでもなんかスーパーカーとか乗らない車の装備かなと思ったら、うん、そういうことじゃないですね。意外と、はい、乗らない人が多いのかな。あ、でも安心ですよみたいな、こんな感じです、ね、これだけ所有される方ってあんまりいらっしゃらない感じ。そう、いないと思いますよ、はいはい、他にも何台か持っててっていう。そうですね、うん、なんで、あ、ついてて安心なんで。はいはいはい、そうですよね、はい、電源が取れる人はスーパーカーじゃないですかもう。ねえ、本当ですよね。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと開けますね、はい、で僕最初に言うべきことを忘れちゃったんですけど、こちらのお車、うん、なんと W12 はい、はい、なんですよね。そうです、はい、V8 もあるんですよね、はい、V8 もあります、はい、はい、でこちらの車は W12、はい、わ、やっぱりはい、ベントラーといったら12気筒、はい、6リッターすごいツインターボ、はい、ワーゲングループのもトップクラスのエンジンですね。そうです、そうです、はい、W12、はい、なんか馬力もえらいことになってるんですよね。そうなんですよ、600馬力オーバー、608馬力ですかね。もう普通にスーパーカースペックですよね。そうです、そうです、はい、ちなみに、はい、まあ別にそれがどうこうってことじゃないですけど、はい、0100は 4.1 秒。もう普通にスーパーカー、はい、名だたるスーパーカーが多分、はい、ロータイムでちょっと間違えたら3秒台ですからね。ですよね、半端じゃないですよ。だって車重2トンオーバーですよ。そうです、はい、それが4秒でぐいぐい引っ張ってきますからね、100キロ出るっていう、はい、あとこれがかっこいいですね。すごいですよね、それも、はい、これアルミの削り出しなんですか。アルミ削り出しですね、エンジンオイルフィラーキャップ、はあ、うん、これでも全部カバーかかってて、まあ見えないって言えば、うん、いや高級感ありますね、ちょっとそれをお土産に、うん、ね、はい、持って帰りたいよね。ちょっとちなみに持ってもらっていいですか。重量感がプラスチックじゃないから、そこそこの重さがあります、あります、あります、はい、うん、かっこいいっす。でこれ全部カバーになっちゃってるんで見えないですけど、はい、うん、エンジン自体はやっぱり W12 だけあってめちゃくちゃコンパクトですね。そうなんですよ、結局ダブル型なんで、はい、長さ自体は4気筒にぐらいの長さ、ね、ですよね、そうですね、ぐらいの長さなんで、うん、で V、W 型ってこうあんまりこうイメージつかないですけど、ピストンがこうずれてこう、はい、ですよね。そうで基本はだから V6 の V6 っていうか普通の V 型エンジンのレイアウトで、そうシリンダーがこうずれて、そう片側をこう3つずつね、だからもう幅が全然ない、うん、ギュッと、だから3つずつなんですけど3気筒
ていうか4気筒寄りみたいな長さです、ねはい、6気筒ずつじゃないですか、あ6個ずつじゃないですか、3つ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 ですよね、そう、はい、3つ3つあだから長さがね、そうこっちが、はい、3気筒分だから4気筒分ぐらいしかないって、そうだから互い違いだから4気筒分ぐらいの長さですね、サイズ的には V8 とかそのぐらいの、あそうですそうです、あそうコンパクトですね、すごくもうトルク感半端ないですから、はあ、うん、もう最高速も300キロオーバーする、確かそうですね、ですよね、はい、まあ出すとこないですけどないですけどね、はい、普通にスーパーカースのスペックです、うわアルミです、えこれアルミなんですか、アルミです、あ本当だ、うん、重たい、はい重たい、落としちゃいますよね気をつけないとこれ落としたら傷になっちゃうじゃないですか、そうなんですよ、すごい、うん、これかっこいいですよね、へデザインがかっこよくないですか、かっこいいですよね、へえ、ね、しかもこれボルトもダミーじゃなくないですか、これ多分これダミーじゃないんだろうね、多分ここの裏止めでリアルに止めてますよね、そうだと思います、おそらく、はい、ちょっと続いて透過類見てみたいと思います、お願いします、いやもうクランキングの音が素敵すぎます本当に、はい、でこれがスモールですか、はい、ちょうどこのライトの周りが、はい、これもギザギザギザってなってるんで、もう本当に綺麗に光ってます、でロービームがプロジェクターが上下光る感じですかね、はい、でハイビームこの下側が LED 光る感じですね、そしてウインカーは、あウインカー外側が色が変わって光るんですね、だとミラーのところが、はい、光ってます、で当然フォグランプはないと、お願いします、あ後ろはやっぱり B に光ってます、はい、そしてブレーキウムと下の段とハイマウントですね、そしてバックフォグが真ん中ですかね、あウインカーは段なんですね、だとバックお願いします、あバックはこの両サイドが光る感じですね、ありがとうございます、はい、でもうマフラーの音は今回ちょっと省略します、はい、あでも省略しようと思ったんですけどめちゃくちゃいい音しましたね、外で聞くとすごくいい音しますね、なんかえすごい当たり前だけどすごい、なんかドロドロ感一切ない、一応本当に軽く回ってる感じですね、はい、一応これ多分音変わってるんですよ、あバルブがついてるんですか、そうこれで今スポーツ、あ多少音量がやっぱり大きくなりますね、そうでこれがコンフォート、はい、あもう全然音が軽い音に、これ改めてちょっと車内と車外のこの遮音性の高さすごいですね、うん、違いが、いやもう肘川さん恐れ入りましたね、はい、本当です参りました、いや前回じゃないちょっと前 の、うん、あのレンジの時レンジローバーの時に、はい、いやもうベントレーはもうこう分かりやすい高級だからと思ったんですけど、うん、いやもう本当に改めて、ね、はい、ちょっと恐れ入りました、はい、そしてもうなんかもうこのまま乗ってもバッチリ決まってるんですけど、うん、はい、もう毎回ちょっと恒例なんで、うん、はい、触るとすれば、うん、はい、意外にパーツあるんですよね、でもいやありますよ意外に、はい、いや僕一押しはマンソリー、フルマンソリーやっぱり外せないマンソリー、外せない、はい、でもうちの最近ベンテイが買っていただける、はい、あのユーザー様が多いのは、はい、まあ、定番ですけど、はい、アメタン、はい、パチッと入れていただいて、はい、ローダウンして、さらにラッピング、はいはい、これが定番ですね、はい、うん、もう何台も結構作らせていただいて、いやもう作ってますからね、はい、東京店は、はい、なんでまあエアロを巻いてもよし、うん、タイホイール変えてもよし、うん、ラッピングでこうちょっとイメージ変えてもよしで、そうですね、まあ、いろいろできるんで何でもご相談いただければ、はいはいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりベントレーベンテイガ W12 をご紹介させていただきました、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。